いないよいないよーばー。今日は僕がおにぎり屋さんごっこをして遊ぶよ。それじゃあ早速始まるよ。いらっしゃいませ。おいしいおにぎりいかがですか？うわー、おいしそうなおにぎり。コキンちゃんお腹ペコペコなの。いらっしゃい。おにぎりの具が梅干しか鮭かイクラから選べるよ。何がいい？じゃあコキンちゃんは梅干しおにぎり一つください。はい、じゃあちょっと待っててね。まずはおにぎりの中に梅干しを入れたら、よいしょ、おにぎりをキュッ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 キュー。よし、あとは海苔をつけたら梅干しおにぎりの完成。コキンちゃんできたよ。はーい。うわー、おいしそう。いただきます。パク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 。あ、梅干しが出てきた。パクパク、酸っぱい。パク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 。うー、とっても美味しかった。コキンちゃん、お腹いっぱいになったよ。アンパンマン、ありがとう。いいよいいよ、また来てね。コキンちゃん、喜んでくれてよかった。いらっしゃいませ。おにぎりいかがですか？アンパンマンがまた美味しそうなの作ってるぞ。俺様もおにぎり食べたいな。でもお邪魔虫からもらうのは尺だしな。よし、俺様自分で作ろうっと。俺様なら余裕余裕。まずはご飯を用意して、この中に梅干しを入れるぞ。よし、あとはこれを握って、よいしょ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 。なかなか難しいぞ。こんな感じかな。これに海苔を巻いたら梅干しおにぎりの完成。で、これアンパンマンのおにぎりと全然違う。こんなはずじゃなかったのに。うわー、なんか大きい声が聞こえたけど、どうしたの？これ何？これ俺様が作ったおにぎりなんだけど、上手にできなかった。そっか、それで落ち込んでたんだ。じゃあ僕のおにぎりあげるよ。え、いいの？うん、はい、どうぞ。わーい、ありがとう。でもこのおにぎりも、おいしくなーれおいしくなーれ。よし、おにぎり完成。俺様の失敗おにぎりがこんなに美味しそうなおにぎりに。ふふふ、僕は少し形を整えただけだよ。じゃあ僕は行くね。バイバイ。ぐねね、今日はアンパンマンに助けられちゃったけど、次こそはやっつけてやるぞ。お腹空いちゃった。いただきます。もぐ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 、おいしい。最後まで見てくれてありがとう。また遊びに来てくれよ。バイバイ。ここを押してて。また遊びに来てくれよ。
遊びに来てくれるのを待ってるぞ。